ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回はドコモが2画面スマホ MZ01K を発売することができた4つの理由というのをご紹介したいと思います。 MZ01K というのは先日のドコモ発表会にて発表された2画面のスマホで、この発表会の中で一番の注目製品となっていたモデルです。そもそもドコモは約4年前に2画面のメディアス W N05E というのを発売していたんですが、残念ながらそちらの2画面スマホはあまり売れなかったこともあり、それ以降開発はされることがなかったんですが、今回なぜ M01K という新たな2画面スマホを発売することにしたかっていう理由についてご紹介したいと思います。まず一つ目の理由としては CPU の処理速度が上がったというのが理由です。4年前のメディアス W に搭載された CPU はスナップドラゴンの MSM8960 という CPU で、これは S4 プラスなどと呼ばれていた CPU ではあるんですけども、こちらのスペックとしてはだいたいアンツッツのベンチマークで7000点ぐらいしかありませんでした。最近だと1万円で購入できる格安スマホでも4万点ありますので、それと比べてもかなり性能が低いことがわかります。その性能が低い CPU で2画面を実現しようとすると、やはりどうしても動作がもっさりしてしまって、いまいち使えない端末になっていました。それに対して、今回の MZ01K に搭載されている CPU は、スナップドラゴン820で、こちらのアントツのベンチマークとしては13万点あります。メディアス W から比べると約18倍も性能が上がっていることになります。ここまでの性能になってくると、CPU の性能を 100% 使うことが難しいぐらいですので、2画面にしても特に処理が追いつかないということはありません。ドコモが2画面のスマホを今発売することができたもう一つの理由ですが、それは OS がデュアル画面をサポートしているというところです。4年前のメディアス W の場合は OS が Android 4.1 でデュアル画面というのはサポートされていなかったので、かなりメーカー側が作り込む必要があったんですが、今回の MZ01K の場合 OS は Android 7.1 で、 OS 自体がデュアル画面をサポートしているので、2画面を実現するための敷居が4年前よりもはるかに下がっていたというのがあります。ちなみに MZ01K ですが、発売当初は Android 7.1 を搭載していますが、後日 Android 8.0 にアップデートされる予定です。 OS 自体がデュアル画面をサポートしていますので、このように Android のメジャーバージョンアップにも対応できるというのもメリットの一つです。そしてドコモが2画面スマホを発売した3つ目の理由ですが、2画面の需要がそれなりに見込めたというのが理由です。先ほども紹介しましたが、現在の Android のバージョンでは OS 自体が2画面をサポートしていて、ほとんどのスマホでデュアル画面状態にして使うことはできるんですが、これを実現しようとすると1つの画面を2つに分割して使う必要があり、それぞれの画面がとても小さくなってしまうので、実際はあまり使われていないのが現状です。例えば、ゲームをしながらウェブブラウザを開きたいという需要はあるんですけども、それを実現しようとすると画面を2分割する必要があって、あまり使いやすくありませんので、実際は使われていません。物理的に2画面のスマホを作ることで、そういった需要に対応できるというのが、今ドコモが2画面スマホを発売した理由です。そしてドコモが2画面スマホを発売することができた4つ目の理由ですが、協力してくれるメーカーがあったというのがその理由です。新しい2画面スマホである MZ01K は中国のスマホメーカーで、国内の SIM フリー市場向けにアクソンシリーズ、それからブレードシリーズなどを展開しているメーカーです。2画面のような特殊なスマホを開発するためには開発費として数億円が必要になってくるんですが、4年前2画面スマホを作っていた NEC カシオはスマホ業界から撤退してしまったり、今残っている国内のメーカーもあまり経営状態が良くありませんので、2画面のような特殊なスマホを開発できる状態にはないということで、ドコモは今回中国の ZTE 社に協力を依頼して開発したそうです。ということで、ドコモが2画面スマホ MZ01K を発売できた理由としては、ハードウェアのスペックが上がるなど今がちょうどいいタイミングだったということや、そのスマホの実現に向けて協力してくれるメーカーがあったというところなどが実現できた理由です。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。